前澤友作さんが始めた Dear Moon プロジェクト中止ということで、世界中のアーティストからですね、厳選した数名を月の裏側をこうぐるっと回ってですね、地球に戻ってくるというですね、Dear Moon プロジェクトだったんですが、中止になったということで、落胆の声だったりとか、悲しみ落胆の声から、ちょっとなんで、なんみたいな、俺スケジュール出したのにみたいな、そういう、残念があるようなコメントもアーティスト側から出てたということで、この前澤さんのプロジェクトですね、スペース X 社の、スターシップという宇宙船が必須になっております。これ最大で100人が乗れるというふうな設計になるというふうに考えられてましたけれども、実際のところそんなに打ち上げるのはちょっと難しいんじゃないかなと。地球周回軌道に100名だから、数名が月周回軌道に行けるということなのかな、ということだったと思いますけれども、開発、2023年予定となっておりましたが、当然ちょっとそのスケジュールは俺も発表された時にそれはさすがに無理ゲーだろうっていうふうに思いましたけれども、もうちょっとしたらもうあと何年かしたら打ち上げられるような気もするんですが、契約上の問題なのか、それまでにかかる経費の問題なのか、分かりませんけれども、そもそも前澤さん多分前金を払ってるはずなんですが、前金がどうなってるのか、どういう契約になってるのか、その辺もちょっと分かんないんですけれども、スペース X 側ももしかしたらスターリンク事業がめちゃくちゃ好調なんで、以前はですね、驚愕のマネーが、前澤さんのマネーが開発に必須だったのかもしれませんが、スターリンク事業がうまくいくことによって、もしかしたらお金もういらねえやみたいな話になったのかもしれません。先日も時価総額30兆円近くでですね、セカンダリーマーケットでですね、既存の株主が売る機会を提供するということで、そういうようなお話もありましたし、自社株買いも考えてるみたいな話もありました。そしてイーロン・マスクさんは X でスペース X は追加の資金を必要としてないというふうに発言したりとか、おそらくやはりスターリンク事業がですね、うまくいってることの証左なのかなというふうに思いました。だからもしかしたら時価総額30兆円でですね、売るって言ったら既存の株主みんな儲かるわけですから、もしかするとスペース X そのものが自社株買いをするのかもしれません。経営の自由度、イーロン・マスク氏もですね、人類を火星に送り込むまでは上場しないと。上場するとですね、儲かってるスターリンク事業のためにそんなスターシップなんか作るなとかですね、火星に行くなとかっていう人たちがもちろん出てくるので、それが上場企業ってもんなんですけれども、そういう声に惑わされずですね、ちゃんと火星に人を届けるまでですね、ちゃんとそこまでは事業をちゃんと続けたいと。いう強い意志の表れなのかなというふうにも思いました。前澤さんのお金ももう必要なくなったというような見方もできるかなというふうに思います。スターシップの開発やはり難航しておりまして、エンジンも最初ラプターってエンジンだったんですけど、ラプター2っていうのはこの間飛んだやつのエンジンですね。ピントル型インジェクターの液体酸素のエンジンですね。フルフロー二段燃焼サイクルといって非常に難しい技術を要求される機体になっております。なので非常に開発も難航してるんですが、もっと出力を上げないとですね、ペイロードを乗っけられないぐらいの機体になっております。2段式でですね、2段も再使用するという、壮大な目標を掲げて、成り物入りで作ってるので、なので大型化してるんですね。ロケットってのは大型化することで製造上のですね、難しいポイントをいくつかキャンセルできます。スターシップの機体はですね、ステンレスでできてるんですが、通常はですね、CFRP とアルミニウムを使わなければいけないんです。アルミニウム合金を使わなければいけないんですが、高価な上にですね、扱いが難しいということで、ステンレスでできるんだったらいいんですが、ステンレスは相当でっかい、スターシップ並みのですね、もう本当にサターン5並みの大きさじゃないと、ステンレスでは作れないんで、それでステンレスを採用できたんですけれども、さらに2段の採取を考えると、これぐらい必要であると。これもイーロン・マスクさんの激しいこだわりによるものなので、ファルコン9で第2弾の採取を諦めた経緯もあったんで、亡霊のようにって言ったらあれなんですけど、スターシップのような2弾再利用スタイルというものをですね、こだわってやってると。それが故にラプター2でも能力足りなくて、今ラプター3というものを開発してですね、次の多分打ち上げはラプター3が使われるんじゃないかなと思います。これでですね、ペイロードを乗っけられるかどうか、乗っけられてなければですね、まだまだ打ち上げ能力足りない、あるいは2段の採取を諦める、そういったシナリオになるんではないかなというふうに思いました。再利用することによってコストダウンを図れるって彼ら言ってるんですが、コストダウンを図るのかなり難しいと思っております。まだまだ人間をですね、宇宙に運ぶのには時間がかかりそうなスターシップでございました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。